初代英ン伯爵、ロバート・アンソニー・イーデンは、イギリスの政治家、軍人、貴族、同国第64代首相、外務、英連邦大臣を歴任した。最終階級は大位。1897年6月12日に、カウンティ・ダラムにて、第7代巡男爵、ウィリアム・イーデンとその妻のシビル・フランセス・イーデンの、間の三男として誕生する。その後は、 イートンカレッジ、オックスフォード大学とエリートコースを歩み、1914年7月に第一次世界大戦が勃発するとこれに大意として従軍する。イーペルの戦いにも参加し、後に第二次世界大戦の敵国の元首であるアドルフ・ヒトラーとは戦線を挟んで退治していた。1922年11月に会員選挙に、 ウォリック・レミントン選挙区から保守党候補として出馬したものの落選し、1923年12月の選挙で当選した。この年には銀行家の娘のベアトリス・ベケットと結婚し、3人の子を設けたが、夫婦仲は良くなかった。1924年1月からの保守党内閣では内務大臣の議会担当秘書官を務め、 1931年9月に外務次官に就任した。1933年12月には、ラムゼー・マクドナルド内閣の王子少書として初入閣を果たした。この時期のイーデンは、ファッションリーダー的存在としても注目を集め、彼の愛用した帽子は、アンソニー・イーデンハットと呼ばれ、外交官や公務員の間で流行した。 1935年12月に、スタンリー・ボールドウィン内閣が成立すると、イーデンは、国際連盟担当の無人所大臣となり、12月22日には、外務大臣に就任した。以降、ボールドウィンと、後を継いだネビル・チェンバレンの優和政策に基づく、対イタリア、対ドイツにとって優和的な外交活動を行ったが、彼の中で、優和政策に対する疑念は高まりつつあった。 1938年2月にイーデンは外相を辞任した。後にイーデンはチェンバレンがイタリアのベニート・ムッソリーニ首相との間で秘密交渉を行っていたことが原因だと述べている。その後の彼はウィンストン・チャーチルらと共に対ドイツ・イタリア強行策を唱えるグループを形成するようになる。少佐として軍務に復帰した。 1939年9月の第二次世界大戦勃発後、イーデンは、チェンバレン戦時内閣の自治領大臣として入閣した。チェンバレンが辞職してチャーチルが首相となると、陸軍大臣となり、1940年12月に外相に復帰した。在任中は連合国や中立国などとの交渉で、特にアメリカとの特別な関係を築くために活動した。 また政治戦争執行部の執行委員として、対数軸国のプロパガンダにも参加している。また、この頃から中東政策に関心が高く、1941年5月29日からはアラブ連盟を構想し、1942年8月に中東司令部最高司令官に就任している。同年に庶民院議長にもなった。 一方で1945年6月に長男のサイモン・ダス・コインがビルマ戦線で戦死し、ベアトリスとの関係は修復不可能になった。1945年7月の選挙での保守党の敗北後、イーデンは保守党の副党首に就任した。1950年6月にはベアトリスと離婚し、1952年8月に チャーチルの名のクラリサ・チャーチルと再婚した。1951年10月の選挙では保守党が政権復帰を果たし、チャーチル政権でサンドガイム大臣に就任した。この頃にはチャーチルは老水して指導力も衰えており、外交政策はほとんどイーデンが取り回すようになった。1954年10月にはガーター勲章を受賞している。 1955年4月のチャーチルの引退に伴って保守党党首首相となった。就任後間もない5月27日に実施された総選挙では長いチャーチル時代と変わる新鮮さとイーデンの華々しいイメージも幸いし、労働党の277議席に対して保守党は344議席という圧倒的勝利を収める。この頃のイーデンのスローガンは ピースカムズファーストオールウェイズであった。1956年7月26日にエジプトのナッセル大統領はスウェズ運河を国有化した。これに対し、イーデンはフランスイスラエルとの協力のもとエジプトを攻撃する準備を進め、10月29日に秘密の取り決め通りイスラエルが市内半島を攻撃した。この頃イーデンらはソ連は ハンガリー動乱を鎮圧するため、ハンガリー二軍を派遣しており、アメリカでは大統領選挙のため中東に注意を払うことはないと推測していた。しかし、結局アメリカとソ連の批判と国際連合の制裁を示唆されることになり、国際連合総会では即時停戦の要求が決議された。こうしてイギリスとフランスは、 スエズ運河会社の創出のみならず、エジプトに存在した、他の資産も国有化され、西ヨーロッパ諸国による植民地主義の実質的敗退の事実だけが残された。イーデンはもともと体調不良に悩まされていたが、スエズ危機でさらに健康を害し、1957年1月9日に閣議において辞任を表明した。この閣議では、 諸君は皆私を捨てようとしている。捨てていると叫び、理性を失いながら、涙を流し続けた。また、末月期対処の失敗は、その利権の喪失に加えて莫大な戦費の支出から、ポンド下落を招いて、経済力の低下を招くなど、イギリス帝国の凋落を招く、直接的な原因になったと言える。 1957年1月の首相退陣後は、妻のクラリッサと共に、ウィルトシャー州に陰性し、いくつかの回顧録を書いた。1961年7月に、英文伯爵が授けられ、貴族院議員となった。1977年1月14日に、肝臓癌のため、ソールズベリーで死去した。1985年8月に、 次男のニコラス・イーデンの死去により、英ン伯爵は2代で断絶した。1961年7月12日に、以下の爵位を新規にノブされた。1923年11月5日に、初代順断尺サージャーバス・ベケットの娘である、ベアトリス・ベケットと結婚し、以下の西を設けたが、1950年6月に、ベアトリスと離婚した。 1952年8月14日に、ジョン・ストレンジ・スペンサー・チャーチルの娘であるクラリッサと再婚したが、彼女との間に子供はなかった。アンソニー・リーデン氏が離婚を許可イーデン回顧録、零々に、エデン、アンソニー、R ール・オブ・エーボン、1897から1977、ユアサ、ヨシマサ、1916、町野、たけし、1924、 湯浅よしまさ、1916、町野武け1924、東京、ミスズ処方。ISBN4 から622049821、送62くるく。 8億3478万 8340https コロンスラッシュスラッシュ w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  o r l d c a t o r g スラッシュ oclc スラッシュ 834788340abcdheraldic media l i m i t e d e v o n r of クラクラフト s.payraghe the complete. ガイドツーザブリティッシュペーラゲアンドバロネタゲ2019年9月9日閲覧 ABCD ・ ABC D ランディー、ダリル、ロバート・アンソニー・エデン、ファースト・アール・オブ・エイボン THEPERAGE.com2019 年9月9日閲覧成果のイーデン順断尺化については、イーデン順断尺の項目を参照してほしい。 キャリアビルトオンスタイル、アンドダッシュエンディドウィズ・インベージョン・オブ・エジプト。ザ、ニューヨーク・タイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュラーニングスラッシュジェネラルスラッシュ onthisday スラッシュ bday スラッシュ 0612.html 実際の式は、ハロルド・アレグザンダー大将が言った。鏡武み中東紛争。 その100年の創国 ISBN4 から641280495、サイモンガスコイニーデン。ありがとうございます。